沖縄都市モノレールコントロールセンター。沖縄都市モノレール株式会社は、沖縄県でモノレール路線、沖縄都市モノレール線を運営する鉄道会社。沖縄県、那覇市、沖縄振興開発金融公庫及び民間企業の共同出資による第三セクター方式の会社である。建設経緯、運行形態、駅一覧、 延伸計画などの詳細は以下の項目を参照。路線図 1000K メガバイトマイナス1大人、普通旅客運賃。2019年10月1日改定。ただし、IC カード、大きか利用時に限り、隣駅まではお隣割引により、下記の運賃表に関係なく、一律大人150円、小に8 0円。1996年の特許申請時は、 初乗り運賃は260円に設定されており、3キロごとに30円加算する計画だった。その後、開業3ヶ月前に利用促進を目的に、初乗り運賃を当時の那覇市内線のバス運賃であった200円に値下げすることを決定し、4キロごとに30円加算する方式に変更した。なお、変更前の計画では、 那覇空港手裏管乗車で380円の計画だった。2014年10月に更新された自動改札機は乗車券の投入口、搬送機構、取り出し口がなく読み取り部のみのタイプで、普通乗車券及び1日2日乗車券には QR コードが印刷されており、これを読み取らせることで改札を通過する。改札を出場しても乗車券は、 自動的に回収されないため、改札機の先端に回収箱を設置している。フリー乗車券沖縄都市モノレール線1 0 0乗車券、乗車カード、定期乗車券沖縄地域の共通 IC、乗車カードの o k u と東日本旅客鉄道の IC 乗車カード、スイカが導入されている。定期券は通勤、通学の別、1ヶ月3ヶ月6ヶ月の別で、 いずれも、沖火で発行される。スイカは2020年3月10日より導入され、これにより交通系 IC カード全国総合利用サービスに対応した IC カードが利用可能となった。なお、沖縄都市モノレールでは、発行済み全国総合利用交通系、 IC カードでのチャージ額による乗車のみ可能で、スイカの新規発行や券売機でのスイカ等による乗車券購入などは行わない。また、o k i 以外の IC カードは自動券売機でのチャージはできず、各駅の窓口や一部の駅に設置している乗り越し生産機、セブン銀行の ATM で対応している。ユイレール展示館また、 事故が起こった場合に使用する列車が折り返すために必要なポイントが牧市駅に設置されており途中駅間での折り返し運転も行えるようになっている2007年10月21日に技法駅付近で行われた不発弾処理のためユイレール市場初の那覇空港牧師間での折り返し運転が朝8時頃から処理完了まで実施された開業当初は 借入金や減価償却などの影響もあり厳しい状況であったが、利用者数が順調に増加しており、2015年度以降は、経常利益が黒字、2016年度以降は、最終損益が黒字と、現在は安定した経営となりつつある。2003年8月から2006年7月末までに3659万947人が利用し、 営業収益は年々上昇するも、開業にあたり借り入れた320億円余りの、償還及び車両、設備などの減価償却費のため2005年度の経常損失は16億5965万円、純損失は16億8360万円と赤字になっている。そのため、那覇市議会は、モノレール基金13億1250万円を取り崩し、 無利子貸付する方針を採択。貸付金はそのままで沖縄振興開発金融公庫からの長期借入金の償還に充てられることになり、有利子負債の圧縮に成功する。しかし、固定資産税の減免措置は検討中のまま、据え置かれるなど財政基盤は厳しい状況であった。2009年11月に発表された同年9月の中間決算では、 観光客数の減少や、新型インフルエンザなどの影響により、利用者数が前年度同期に比べ約40万人減少し、それに伴い営業損失は8億8200万と、前年度同期に比べ約8000万赤字幅が拡大。また開業後5年間の税制優遇期間が過ぎたため、課税額が増額され、さらに前年度同期にはなかった車両の定期、 点検費用が負担となるなど、業績は、かんばしくない。経常損失は前年同期に比べ19%拡大の4億3000万円。焼却前損益では3億1800万円の黒字を維持したが、利益幅は3割近く縮小し、純損失は4億3000万円となり、前年同期に比べ17.9%拡大した。2015年度には、 インバウンド消費等の影響もあり、開業以来初の営業利益、経常利益の黒字化となった。純損益は引き続き赤字であったが、翌2016年度には、最終損益も黒字を達成、以降、順調に推移している。同社では、運賃については8年ごとに10%の値上げを計画しており、予定では2011年度の値上げであったが、業績が厳しいことから、 普通、運賃の値上げ、等を前倒して申請した。11月1日に申請認可され所長制を経て、2011年2月1日に運賃改定を行った。ありがとうございます。